はい、どうも皆さんご視聴ありがとうございます。久保坂田と早津と、ユニクロの大感謝祭がありましたね。ありましたね、はい、でみんなであのその時期にユニクロ近くにあるんで行ったんですよ、うん、でまあ何個か買いましたと。でその中で買った商品に合う靴を選ぶっていう。おお、はい、それでなんでそんな寒そうな格好してるんですか？めちゃくちゃ暖かいけどね、室内では。そうなんです。でも実はこれ私が買った商品なんですよ、ユニクロで。これかっこよくない？めっちゃ。ちなみにちょっと視聴者さんに伝えておくと、スカチがアウターを買うっていうのは多分オリンピック周期のレベルなんですよ、これ。そうだね、そうですね。ずっと同じの着るもんね、うん、エンドレスあの黒コートだったでしょ。そうだね、あれを大学の2年生とかで買ってるから、ね、俺ら今社会人5、6年生大学の時代のやつあんま話もう出てこないレベルよ。確かに、もうめちゃめちゃ嬉しかったもん、これ買った時。久々のアウターだから。そう、やったーって。すごい嬉しそうにしてた。ちょ、それ似合うよって話してた。おうおう、え、ほんと？買っちゃおうかな。まあでもいいよね、似合ってるよね。はい、これが僕が買ったハイブリッドダウンコートってやつなんですけど、ちょっとあれだね、あの色が暗いから境目が分かりづらいけど、そうだね、前開きのタイプね。ここにチャックがついてて、はい、ボタンでも閉められるっていう形になってますね。で、ポケットが2つついてるんですよ、実は。ここに1個上からのと、このサイドからの横からのね、ポケットが2つついてて、うん、え、これ先行く先違うよね。行く先違う、行く先違うよね。そうそうそう、めっちゃいいな、このポケット2つあるのは。ああ、いいね。と実はここにも、俺そこのポケット好きなんだよね。そう、めっちゃいいよね、これ。え、これでも普通になんかスマホとか別に何でもちっちゃいのだったら入れれるよね。ちっちゃい財布とかでもね、全然便利だから。ここマジ便利よ、これあるだけで。使ったことない。マジ便利だよね。俺めっちゃ使うもん、名刺入れ。何入れてる？何入れてる？俺、うん、俺基本なんかスマホとかかな、基本入れるとしたら。こっちにはじゃあ入れ、何も入ってないの？こっちにはね、俺よくね、ゴミ入ってるよ。なんかの、クズみたいな。チリ紙みたいな。あのフリスクの、あの袋とか入れてる。ああ、わかるわ、でも。タバコのあれとかね。そうそうそう。ああ、わかるわかる。でもあのここだから手入れるもんね、寒いと。まあそうだね、だからサイドの方は入れない、うん、手だね、うん、これめっちゃ良くて、これ価格がね、もともとは9990円なんですけど、安くなってて、僕が買った時は7900円ぐらいで、約、ね、2000円ぐらいオフで買いました。お買い得ですね。そう、安いよね。感謝祭だ。そう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 、いや、いいと思う。ちょっと前開けてみて、これね、前、よいしょ。おー、おしゃれおしゃれ。前開けるとね、ちょっといい感じになりますかね。これさ、スーツのさ、アウターとしてもなんか、スーツのコートとしても別に違和感ないよ。さすがです。そうなのよ、これフードも取り外しができて。あ、おー、取れる。あ、そう、ちょっとがいいかもね、スーツであれするんだったら。だからビジネスシーンでもこのフードを取ればね。確かに、全然使える。そういう意味でのハイブリッドってこと？そう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 、そのフードはフードじゃないのもってこと？そう、フードもついてるし、フードも外してて、そうするとビジネスシーンでも使えます。そういうハイブリッドなんだ。そう、なんか中の綿と、なんかこっちの中、外の、あ、そっちの意味も入ってます。中のここの、ま、ウールのところとかが、うん、すごいあの、ま、あったかいんだけど、ま、動きやすいっていう。あ、そのハイブリッドって意味もある。あ、だからまあ、いいとこ取りってことだ、全体的に。そう、全体的にハイブリッドなんだじゃん。めちゃめちゃハイブリッドって、もう買ってしまいました。じゃこれハイブリッド使っちってこと今。そう、そういうことだ。今めちゃめちゃ来てる俺。ハイブリッドになってます。めちゃめちゃハイブリッド。うん、めちゃめちゃ。お笑いのハイブリッドにはなれなかったっぽいけど今の感じ。超楽しみだなこれ。でもいいね、確かに。そう、めっちゃ気に入ってます、ね。はい、ありがとうございます。じゃあ今日これに合うカードを紹介する。そうです。はい。あ、ツアーさんも買った。私も買ったんですけど、まだね、あのタグも付けっぱなんですけど、これですね、イージーワークパンツってやつを買いました。ワークパンツ。なんかね、これ特徴的なのがここにパッチが貼ってあるんですよね、全部、うん、長い感じで。長く、だからワークパンツっぽさがすごくて、うん、確かに。でね、丈のその幅もね、太いよね、太いも、うん、だいぶ太い。ち
股下は深い、ね、股下深い。ちょっとなんか普通に履いてて腰パンっぽく見えるんだと思う。うんうんうん。でこれあのプラス J のやつですね。あー J プラスの後の J プラ J プラス J プラスなのかプラス J なのかみたいな。まあそれはいいや。そうジルサンダーとのなんかコラボみたいなやつですね、はいはい、なんかね俺ちょっとこう軽く合わせた感じの感想になっちゃうんだけど、うん、まだ履いてないから。なんかねちょっとワークワークしすぎなのかなって思ったの、うんうん、そのこのパッチとかも含めて、はいはいはい、なんだけどなんかシルエットがいやらしくないというか、うん、ワークパンツなんだけど綺麗にもなる感じで、うん、なんか程よい、うん、程よいバランスだなっていう。であのここもゴムでね。で紐ゴムなのいいよね。紐もついてるから縛れるし、いろいろと楽そうだなと思って買いました。で緑のパンツって俺持ってなかったから、ああそうなんだ。あんま緑履かなかったから、うんうん、いいかなと思って買ってみました、はいはいはい。確かにね、なんかちょっと2つで悩んだもんね、紺の。そうそうそう、紺のやつはめっちゃ。あのウールな感じで、うん、もうウールライクなめっちゃ今まで通りって感じになっちゃうから、うんうん、スーツスタイルというか、ね、セミカジュアルみたいな感じになっちゃうから、うん、そういや、まあ、質問してくれたらなんかどっちの方がいいかな。あ聞いた聞いた。多分サガタはよくつまずいて膝すりむくから膝強化されてるこっちの方がいい、うん、あんま聞いたことない選べ方やけどな。だって膝強化されてるよ、まあ、膝強化されてるよ確かに。だから俺はこれ別におしゃれとして俺ができなくても、うん、俺らさ、膝元で靴磨くわけじゃん、うん、もうこれめっちゃいいじゃんと思って単純に本物のワークパンツとしてもめっちゃ機能としては十分なわけじゃん、うん、で、しっかりしてんのよ、生地も結構、うん、だから、まあ、その作業服落ちしてもいい前提で買いました。はいはい、うん、で、価格はね5990円だったんだけど300円ぐらい確か安くなってた。ファン感謝祭みたいな、はい、うん、優しいね。300、400円ぐらい安くなってた、はいはいはい、うん、いいね、だいぶ安いね。そうそうそう、でも全然ね、パンツで6000円ぐらいだったら全然いいから、うん、まあ、とりあえず買ってみたっていう感じですね。いいっすね。はい、僕は買ってないと。はい僕は買ってません。はい、まあ、はやさんはね、まあ、それ気に入んななかったら買う必要ないですよ、無理に。そうだね、うちのチャンネルはだから撮影だからって買わなきゃいけないっていうわけじゃないってことですよ。そうですね。おっしゃおっしゃ、ユニクロさんお世話になってます。案件お待ちします。ユニクロさん案件絶対どこにも流してないと思う。流してないか、うん、勝手に取り上げるもん確かに流さない。どこの誰でもね、どこの誰でも動画にしやすい、ね、はい、有名なんだから。確かに、はい、で僕はこれをこれに合う革靴選ぼうかなっていう感じですね。スカッチもそれに合う革靴。そうですね。はい、じゃあレッツゴー。はい、こんな感じになりました。ちょっと下までお願いします。はい、僕が選んだ靴はレッドウィングです。レッドウィングのブーツになります。これね、上がやっぱりどうしてもまあ結構コートにはなるんですけど、スタイリッシュっていうのが売りの、まあ、ハイブリッドコートなので、下はねちょっとあのガシガシとしたレッドウィングで攻めていきたいなと思って、まあ、スニーカーでも合うと思うんですけど、まあ、これからの季節も考えてブーツが合うんじゃないかなというところでこれを選びました。でこういうワイドなパンツに もうブーツを合わせるのは全然ありかなと思ってるんですけど、もちろんジーンズでもねぴったり合うと思うんで、ここはいろいろ変えてもね面白いんじゃないかなと思います。はい、僕はこんな感じです。今回まあ別に上はどうでもいいんですけど、パンツとね靴の相性なんでこんな感じになってます。これなんでねネトルトンにしたかっていうと、ネトルトン僕が持ってるのって1960年代のやつだったかな。で、クラフトマンロゴっていう、クラフトマンがね、この靴の中にまあ一応ロゴとしてあるんですけど、ほとんど消えてますけど、そのクラフトマンがまあワークっぽい服を着てるわけですよ、エプロンをかけて。だからそれにちなんで、ちょっとワークパンツということで、この二分光コードバンの、この二分光コードバン行くこれ、ね。めっちゃいいですね。ビカビカ光コードバンはまあ最近よくありますけど、二分光コードバン持ってる人あんまりいない。めちゃめちゃ二分光、二分光だからこう光らせないように磨くのめっちゃ大変なのよ、だからこれねいいですよね。でシルエットがなんか綺麗くない？結構良くて、このワイドなんだけどなんか変にワークワークしすぎない、いい感じっすね。でやっぱこのパッチも可愛い、いい感じです。はい、来ました。いかがでしたでしょうか。よかったね、うん、ね、いいね。合ってなかった？あー、まあそうね、まあでも、うん、コート
ートだから正直何でも OK みたいなとこあるけど、まあまあそうだね、何でも OK の中でもまあ使っちゃうらしいなって思っちゃう。ほんでこのパンツもさ、まあ ボルドー色というか、そうだね、でレッドウィングもまあバーガンちょっとまあ赤か、うん、赤だね、そうですね、うん、だから合うなと思いましたね、うんうん、合わせ方もいいと思います。これからレッドウィングもガシガシ履いていこうかなと思うんで、季節的にもね。てかさ、つかちゃんなんで冬以外レッドウィング履かないの？これぶつけやつだよね、俺。冬しか履かないの。冬に履きたくなるんだよね、やっぱ。冬から、ま、夏は絶対履かないじゃん。うん、夏は。春も履かないでしょ。春もうほんと寒い時ぐらい。うん。2月、3月ギリぐらいでしょ。そうだね。3月行ったらもう履かないよね。3月は履かないね。2月まで履いて。11ギリ。ちょっと12、1、2なんだ。だから11、12、1、2だから4ヶ月。そうだね。もう永遠毎年やってるよね。うん。なんでなの、それは。でもなんかね、癖なのかわかんないけど、この季節になると、あ、レッドウィングそろそろ履こうって思って。ああ。じゃあ、つかちゃんの中で、この、まあ赤いしね、確かにクリスマスカラーみたいなとこもあるから、うん、冬の風物詩になってる。そうだね、俺の中で。冬の俺が履く靴といえばこのレッドウィングって決まっちゃってるんで、このレッドウィングマジで何年見てるだろうマジで大学生の頃とかからずっと履いてるもんね。そうね、しかもねこれ俺別に買ったわけじゃないんでね、もらったんだよね。そう、お父さんからもらったっていうんで、うんうんうん、なかなか珍しいかなと思うんですけど、うん、これはお気に入りなんですよ。だからしかもお父さんももらったらしいから、知り合いに。そうなんです、いっぱいね、しかも、ね、そう、あんまないよね、その系譜をたどってたどり着くっていうのはね。とある日レッドウィングのみを4足かかるマジ強盗かよってなるもんね黒とキャメルとこの赤のね、赤ね、ジャス持って帰ってきて、ね、サンタさんだよ好きに履いていいぞって盗んだんかな、盗んだやろってなるよね。いいっすね、でもなんか、これのちょっと俺、これ撮ってほしいわ。あー、これちょっと撮ってみましょう。はい、今フード撮りましたけども、うん、だいぶスッキリしたんじゃないでしょうか。いいね。ね、今のこの格好だったらフードない方がいいの。うん、そうだね、うん、確かにフードあるとちょっとかさばっちゃう感じが出ちゃうからね。ちょっともさっとなくなっちゃう。そうだね、サウナハットかのはバレました。あ、バレました。これね、撮った後のフードこんな感じになって、ちょっとね、マトリックスっぽいよね。うん、俺フードある方が好きだけど。あ、そう、うん、俺ない方が好きだな。まあこれは本当好みよね、うん、そうだね。フードなしで全部閉めるとっていう。フードなしで全部は閉めない方がいいと思う。閉めない方がいいと思う。うん、閉めちゃうとマトリックス感強くなるからこんな感じです。マトリックス2の時のキアヌ・リーブスじゃんめちゃめちゃかっこよくなるじゃん。まあまあかっこいいけどまあでもレッドウィング汗だったら開けた方がいいでしょ。そうだね、うん、今日たまたま着てるこの柄とも合いますからね。確かに、うんうん、いいですね。澤田さんはどうでした？私はワークパンツですけど、はいはいはい、やっぱりいいっすよね、このシノラクルドも想像以上の距離近い。あ、痛い痛い痛い寝とるといいっすよ、はいはいはい、で、パンツもてか、なんかこのパンツめっちゃなんかいいわ。なんかあの、ビーボーイだった頃懐かしい感じ。うーん、なんか見る感じそんな太く見えないけどね。あ、でも着てるこっち側は楽なんだ。相当いい、ゆとりがあるんだ。相当ゆとってる。うん、もうなんかこれめっちゃ良かったかな。まあ、ネトルトンとの相性とかどうでした？あー、いいと思います、うん、めっちゃ良かった。ほんと、あと履くんだったらトリッカーズとかかな。うん、そうだよね。ブローギング入ってる系だろうね。そうだね、うん、ブローグ靴の方がいいかな、うん、ワークっぽいしね、そっちの方が、うん、で、下ワークっぽく揃えてる。上なんか、そう、上こういう下ダボっとしたシャツとかでも全然いいもんね。うんうん、全然ありかなっていう感じですね、うん、ということで、まあユニクロのこのワークパンツと何合わせようかは俺結構ね、うん、悩んでる人多いと思うね。おー、うん、まあこれは正直何にでも合うよ。確かに。そうだね、何でも合う。うん、まあ、ちょっとでもまあ何かの参考になればなというところで、今回の動画は以上とさせていただきます。よかったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。メンズハックつくぼは革靴、ファッション、サウナなどなど男が好きそうなもの発信してます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。